天人町は、天人町か天人町族に分類される鳥。アンゴラ、ウガンダ、エチオピア、エリトリア、ガボン、ガーナ、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コートジボワール、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、ザンビア、シエラレオネ、ジンバブエ、スーダン、スワジランド、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、タンザニア、チャド、 中央アフリカ共和国、東郷、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マラウィ、マリ共和国、モーリタニア、モザンビーク、南アフリカ共和国、リベリア、ルワンダ、レソト全長オス三十四センチメートル、メス十二センチメートル、仮面の羽毛は白い、くちばしの色彩は赤い、オスは、生殖バネは、頭頂から高頭 噂が黒い羽毛で覆われる。また、お葉の内中央部の4枚が新調する。オスの非生殖バネやメスは、頭頂部から、高頭や噂が、肺褐色の羽毛で覆われる。サバンナに生息する。植生は雑食で、種子や昆虫類などを食べる。繁殖形態は卵生。オスは樹上にいる。メスの頭上で低空飛翔し、求愛する。メスは、 カエデ鳥類の巣に卵を産む。卵から孵化したヒナは、タクラン対象の鳥類のヒナと一緒に成長することも、ある。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されており、おそらくカゴ抜けした個体が野外で観察されている。タクランにより繁殖するのだが、タクラン対象となるカエデ鳥類も愛イ鳥として輸入され、カゴ抜けにより野生化しているためか、 東京や京都では繁殖行動も確認されている。ありがとうございます。